ってその頭角を表してきたタイプであります。さあ清原にまず1球目、これ今日はセンター前、それからライト線のシングルヒットを打っている清原、センターに達します。がないようにも受けるんですけどね。さあ一塁に小原沢です。これなんかちょっとバッティングに関しては、まあ、この手首の使い方なんかを見ても分かるんですが、非常にこの柔らかい、吉田さん、はい、先発の高田投手に来てもらいました。はい、どうぞ今井さん。結果を一つお伝えしますと、神宮球場ではヤクルト広島戦が行われておりまして、痛いですね、野村監督も全然ゲームができないとぼやいてましたけどね。ただしバッターボックスは安藤であります、代打。なおその他平和台では大英阪神戦が行われております。途中